あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。前回までにこのバスターマシン3体、名前言えますか？ CB01、ゴーバスターエース、GT02 ゴリラ、RH03 ラビット、こちらの3体で遊びました。で、今回はこの3体を合体させます。じゃあ行こうか。合体コードは匿名合体。それじゃあ合体準備から始めていきましょうか。まずはこの GT02 ギャリラからいきましょうか。まずはこのフロント部分を外します。ここね、タイヤをパカッと、こっちもタイヤをパカッと外し、スポッと抜きます。はい。で、タイヤを横に、タイヤを横にで、下にパタン、下にパタン。後ろの荷台部分、まずはここをですね、ここをこうしてパカッと外します。で、半分にパカッ、ね、こっちも半分にパカッ。で、今この半分に割った同士の裏側、ね、ここに矢印があるので、この矢印同士をくっつけるようにして、よっとガチャン。反対側もこの矢印をくっつけるようにして、よいしょ、ガッシャンと。はい、よし。じゃあ次にラビット。ラビットはまず一番上のここね、このお面を取ります。お面を取って、横のこれ、これを取ります。これと、あとお顔を取ります。お顔を取ったら今度はフロント部分を取ります。 OK、 フロント部分を取って、で、真ん中からパカッ。 Yeah、 プロペラはこう伸ばしておくか。もうこの時点で伸ばしておきます。よし、じゃあ最後はエースだな。まずはエースはここの剣を、よいしょ、取ります。取って、はい、腕クイッ、クイッ、ね、こっちもクイッ、クイッと上げて、後ろに持ってくる。後ろに持ってきて、で、よいしょ、ニックを外す。外して角を畳んで、サングラスをですね、で、足を畳むと。よし、じゃあパーツの準備が揃ったので合体していこうか。まずやっぱり足からいくか。エースの足にこのパーツを取り付けます。ここですね、こうですね、いきます、せーの、ガチャン。反対側、よっしょ。ラビットのパーツが腕になりますね。まずここね、よいしょ、腕を引き出して、ここのジョイントね、いきます、ガチャン。反対側も、よいしょ、手を出して、せーの、ガチャン。腰にこのラビットのパーツを取り付けます。まずはちょっと斜めにして、はい、で、ここに取り付けます。で、胸にゴリラのパーツをはめるんですけども、ちょっと忘れてました、すいません。このゴリラ、ゴリ先を逆さまにしないといけないですね。こうですね。で、ちょっとグリルの部分、前に出して、ここにはめ込みます。こうですね、はめ込んで、はい、で、グリルパーツをスッと、ね、置く。そしてニックとウサダ、右肩にウサダを取り付けます。パタン。左肩にはニックですね。よいしょと。このマスクね、角を上に上げて、エースの顔に取り付けて、最後にこの剣にラビットのこの余ったパーツをね、取り付けて、右腕に持たせてあげれば、よいしょ、はい、はい、完成。匿名合体ゴーバスター王です。劇中ではね、もう完成した時にゴーバスター王レディーゴーって言うんだけどね、あー、かっこいいんですよね。前高が 53.5m、 幅が 46.3m、 重量が 3700トン、ね、いや、もうね、難しい合体が僕も今もう久しぶりにさ、説明書読んでさ、こんな難しかったっけと思って、ガチャ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 って、多分ね、2回ぐらい練習して今本番に挑んで撮影してました。で、腕が動きますね。こう、ズブシュコシュコ。で、こっちも、こっちもこう、これでこうバン、これでバン、こっちもこれでバン、ね。足は動かないかな。足は全く動かないですね。あー、いい、いい。このごちゃごちゃ感がいい。割とこう、これまでの戦隊シリーズの、合体ロボの合体方法のイメージとはもう全く異なる合体方法ですよね。今までだったらこう5体のメカがこいつを中心に腕、腕、
足みたいな感じで五体合体みたいなイメージが結構強いと思うんですけども、割とパーツがバラバラになってあちこちにガチャ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 ついていくんですね。ただまあ合体してみると意外となんかすっきりまとまってるような気がしないでもないっていう感じはあるよね。で必殺技を放つときはね、必殺技の名前がディメンションクラッシュスラッシュディメンションクラッシュディメンションクラッシュバーッバーッバーッ次元がスパーッてバーッてなってあれするあれです。で倒した後は削除完了、削除完了デリート許可、違うな、これデカレンジャーだな、ミッションコンプリートもデカレンジャーだな、削除完了だったはず。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回は CB01 ゴーバスター S GT03 ゴリラ RH03 ラビット、こちら3体を合体してゴーバスター王ね、変形じゃない合体させました。いかがだったでしょうか。かっこいいよね、かっこいいんだよ。で、次回は劇場版に登場した、フロック、ね、これで遊んでみたいと思います。それではまた次回、バイバイ。